どうも、かげやんです。今日は2021年3月20日、土曜日ですね。ということでですね、土曜日、まあお休みの方も多いんでしょうけども、僕は、バッチリ仕事ということで、昨日ね、とうとうキャベツを刈り取りました。まだちょっと僕食べてないんですけども、どうなんかなとは思ってますけど、まあまあキャベツは刈り取って、次またなんか違うね、こう野菜を育てていきたいなというふうに考えております。では今日土曜なんでね、皆さんはゆっくりお過ごしください。ではそんな感じです。以上です。ありがとうございます。